皆さんこんにちは、西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2015年9月の13日日曜日、今日の崇拝の言葉は笑いの威力、笑いの威力です。そして今日の BGM は第12番正山寺、 NHK 心を旅する四国八百箇所の中の12番札所正山寺をお送りしています。家族の事故から始まって30歳の時でしたけれども、それまでは全然全く信仰心がなくてですね、愛媛大学の先生をしながらピアノ教室をやっていて、そのうちの40人ぐらいいた生徒の20人ぐらいが前に辞めました。厳しく厳しく教えていたものですから、みんな音楽が嫌いになったんですね。音に我苦しむという方の音が苦になってしまって、自分は教育者としても音楽家としても、そして人間としても、まあ、大きな挫折を味わいました。そんな時に51番札所の石手寺に行ってですね、一生懸命拝んでいるお遍路さんの姿、そして拝んでいるお経の声、そして線香の煙などを見ているうちに、まあ、光みたいなのが見えたんです。そうしてなんとか家族も自分自身も助けてほしいというそういう思いから四国を回り始めました。それまで四国八百箇所の存在自体もよくは知りませんでした。そして1年ぐらいの時にはですね、向こうから声かけられても、返事ができなかったぐらい、まあそんな自分自身が回り始めて、そうですね、2年3年目ぐらいになった時ですかね。こんにちは、おはようございます、もうすぐですよというふうに声をかけることができるようにもなりました。この正山寺っていうお寺は、普通車では上までは上がれないので、大型バスは上がれないので乗り換えてまあ上がるわけですからね。それでも降りてからでも結構まあ難所の一つですね。阿波の国発心の道場、その第12番正山寺です。昨年開祖1200年の時には、冬に来まして、また1月でしたかね、雪がやっぱり山の上ですから残ってるんですよね。当然ながら自分の運転だけではやはり行けない、まあ、そんな感じがしましたね。四季折々春夏秋冬、その時にやっぱりいろいろな思いがあります。自然も違います。そんな中で四国を回る、巡る、巡礼する、皆さんもいかがでしょうか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。